ケスケ TV。始まりましたよ、たまげっしゃー。なんと、今日から私、ムーミンが司会を務めることになりました。山ちゃんを弾いて、司会の座を奪いました。山ちゃん、今頃職を失って泣いてると思います。さて、今週の可愛いゲストは、庄司めぐみちゃんです。庄司めぐみです。すごい、生放送初めてで、本番始まってからいきなりドキドキしてるんですけど、よろしくお願いしますって今日は一緒に頑張りましょうね、はいはい、山ちゃんがいなくなってですね、はい、かなり画面が華やかにあさあ山ちゃんの登場です。どうもこんばんは、こんにちは。結局出ちゃいました結局山ちゃんです。山ちゃんのおすすめ、はい、本日発売になりましたスパイク爆走デコトラ伝説男花道夢ロマン、これがオープニングのデモ画面なんですけれども、わ、うん、かりますかね、このデコレーショントラック、かっこいいです。なんかよく走ってますよね。走ってますよね。はい。このトラックを操作してライバルを蹴散らしていって、お金を貯めて自分のトラックを改造していく。いやー、今の自分のマシンがさっきの女性マークになったと。山ちゃん、ああいう人好きなんですか？そうそう、あの蛇柄みたいなね。蛇柄系が好きなんですか？ああいうのがいいね。ヘビ柄の車かわいいじゃないですか、なんかモミジで。ああ、いいですね。私はなんか侍魂とか書いてないんですけど。また恵みの気合が出た。いきますよ。さっき見たく荷物破損して終わっちゃうので、気をつけてください。もうなんか荷物が。車はね、もうちょっとやばいゲーですね。少ないですね。ぶつかればぶつかるほど荷物がなくなっちゃうんですか？荷物がどんどん壊れていくんですね。あ、でも追いついた！あれ、ちょっと、気合の差だな。悔しい。はい。めぐみちゃんは、午後市は？はい。入りましたか？はい、入りました。初めて。何？どうですか？え、もうすっごい。あれ、ハマりますよね。そのまんま。はい。普通に。普通に、めぐみで。はい、普通です。入りました。はい。じゃあ、もみも毎日のように入ってるので。はい。午後市でまた、お会いしましょう。はい、会いましょう。はい。今週のやり込みゲーム紹介は久々に登場、まみ先生です。キャラ作りしてますね。今日作ってきましたよ、バリバリ。これ頑張ってやったんで、これクロックタワー3ですね。はい、じゃあ、ご紹介させていただきたい、はい。ゲームの紹介お願いします。はい、これすごいですね、怖いですよね。リアルすぎますよね。え、ちょっと待って、来るんですよね、これ。逃げんの、逃げんの。とりあえず逃げないと。はい。え、まだすごいドキドキするんですけど。あ、怖いえ、ちょっと待ってください。これ、本当に無理ですよ。左上にこう、緑が出てますよね。緑でチカチカする。あれ、熱い、すごい熱い。あれがドキドキポイントなんですよ。あ、ドキドキポイントじゃないや。パニックメーター。私が先生。ヘチナーのこの技をやっていいですか？はい。四つん這いになって、こう。何先生、何ですか、これ。ゲッチャなんです。新作です。あ、はい。ドキ。今日発売になった、見えますかね？コナミさんの、はい、パワープロくんポケット5です。すいません。パワーポケ5ですね。野球全く疎いんですよ。あ、そうなんですか？はい。終わりですか？はい。A ボタンを押すと、振るっと。で、こう、ちょうどボールが来るとこで、振れば、当たると、はいはいはい。はい。で、運がいいと、ヒットが出ると。やっぱ、上手い人なんで。あ、そうはい。おー、すごーい。で、こんな感じで。あ、別に特にないですね。あ、終わりました。ゆちゃまは、ゆちゃまと話してると寂しい。今、流れてるのが私のグラビアの美少女という、うん。うん。に出させていただいて、その時の映像なんですけど、うん。なんです、初めて陶芸に挑戦しまして。なんと、めぐみちゃんの、まずは、写真集ピラピラピラー。あとはビデオです。はい。はい。2月の21日に発売です。そしてですね。はい。こちらなんですけれども。はい。ドラマブロードウェイ。私の初めて主役をやらせていただいたドラマなんです。すごー、生放送初めてなんであって。いやいや、すごい。大丈夫でした。いやいや、もう本当に緊張しますね。はい。はい。次回の放送予定は来週30日の木曜日夜8時からとなりますので、来週も皆さん絶対見てくださいね。プレゼントは今日の新着紹介のデコトラ伝説を2名様に、あとパワプロくんを5名様にプレゼントしますので、みんな応募してください。キーワードは、今日からスカイです。生ゲッチャでした。バイバーイ。バイバーイ。